ーパーロボ T157 タライバー帰還した。あ、今日も悪の組織を一つ殲滅してきた。博士の作ったこの体は超高性能だ。特に故障はない。それでは今日も早速充電に入らせてもらう。あ、そうだ博士、前々から一つだけ尋ねたかったんだが、いいか。この俺、スーパーロボ T157 博士がゼロから生み出したあの正義のロボット、ロボットやねんけど、言いにくいねんけど、ちょっとこれは言いにくいことやから、ちょっと考えて喋る。なるほどね、わかるわかる。そのこの俺がね、正義をなんかその振りかざすのが果たしてロボットでいいのか、人間を裁くのがロボットでいいのかっていう葛藤が俺に生まれたんじゃないのかみたいなこと。興味ない、そういうのじゃなくて、そこは大丈夫、全然倒せるじゃなくて、確かにね、生まれながらに人間に悪はいないと。悪いのは、人間ではなく環境じゃないのかっていうのを俺が、異を唱え出した。知らん、そうじゃない、違う、憶測がすごい博士、違う、そうじゃなくて、いや違う、俺が言った、違う、これちっちゃすぎひん俺スーパーロボ T1 なんかちっちゃいなーって。いや、正義のヒーローならな、もっと大きく作ってほしかったなーって、前々から気にしてて、そのターミネーター的なさ、こうでっかいさ、正義のヒーローやったらかっこええやんか。こなんかなんかななんか弱なんかほら、わかるやん言ってることは。いやなんて博士今。いや悲しいよ、確かに悲しい。その悲しい時に目から流れそうなのは、オイルではなく涙ということ。ちょっと黙ってくれへん一回さっきから博士、高性能なロボットがいつか芽生えるであろう心を話してきてるけどチビの話してるから今チビすぎんなって言ってるだけ。いやそれは嫌よ博士。いや俺前から言いたかったんけど、俺がさ敵のアジト乗り込んだ時、あいつらなんて言ってくるか知ってる？一言目すごいよ、いつもやったチビこら。おいガリガリ君が何の用だこら。僕どっから入ってきたんじゃちゅうか、迷子でちゅうか、帰ってママのおっぱい舐めまちょうね。入り口超舐められんねやんか、その正義のヒーローの入り口としてはもうダサすぎるわけよ。だからそこで俺ももうムカつくわけな。だから言うねん、チビチビうるせえこらダダダダダって。まあ強いから倒せるわけ、チビチビうるせえダダダダダって。決め台詞かわいそすぎへん、なんかもうちょっとかっこよく決めたいからさ。でも言わざるを得へんねん、ムカつくから。だからそれをちょっと博士、これちょっと一個の仮説やねんけどさ、当たってたらもうそうって言ってな。博士さ、途中女作ろうとしたらなんか聞いて、途中でなんか女のロボット作ろうとして、やっぱロボットは男かなって、途中で女に切り替え、男に切り替えたんかなと思って、途中まで女かなって。そやったらなんかわかんねん、ほら見てこれ、ほらこれギャルやん、これほら見て、こう首ギャル、誰もが羨むギャルの首でしてモデルやんかな。いやあと思い当たる節もあんのよ、ちょっとね女っぽいなってとかあんのマジで。猫めっちゃ好きやし、なんかケーキ屋とかで毎回足止まるしなんか拳銃扱うから爪は伸ばせないなって思ってるしあ、この拳銃もそうやん、これ見て、ほらよう見て、これ女の殺し屋が太ももぐらいから出すタイプのやつやんけこれなそのサイズ感あるやん、ここから峰藤子がさドレスぐらい着ててこうパッパンみたいなさ、そのタイプやんこれな。は？いやまあ確かに峰藤子は身長170ぐらいあるから俺よりはでかいか博士がいじるんはちゃうやんどっちがいじってきてんねん、おかしなって持ってるやん博士。一番ムカつくのはこれな、もう絶対女作ろうとしたと思う、この充電マシン。ほらいつも俺やってるように見せようか、こうやってウィーンウィーンってなってさ、でこうやってこうやってな、でこうセットしてさ、でこうウィーンってしてさ、でこうやってウィーンウィーンってこうやってウィーンガシャウィーンガシャやんこれ女が大好きなヨガの基本ポーズやんけこれな。何でお前充電とデトックス兼ねてくれてんねんお前な、どっちや入れたいんか出したいんかな、分からへん俺には。ほんまにマジでええ加減にせよ博士マジで。まあ一個だけちょっとまあええかなと思うのは、まあ名前かな、スーパーロボ T157。 このなんかミドルネームはちょっとかっこいいなと思ってる。 T1000 みたいなさ、 T15 待てよ、 T157 お前通る157cm、 身長いじってきてないな、チビいじってるやんけ最終的には。あくそ充電が切れて、お前ちょっと待てよ博士、まだ文句あるからな、ちょっと待っとけ博士、待てよお前そこ、俺よまだまだ何も
言えてないからな、ほんまにお前だけは。じゃあこれで何もでも喋れるからな、おい。充電しながらやったら何もでも喋れんねんよ。スマホしながら、スマホ充電のつむつむしまくるみたいな、そういう感じや、ごめんな。体は熱を帯びてくるけどな、おい、ちょっと待って、博士、おい、はい、おい、話まだ、おい、博士、あいつ逃げやがった。後で覚えとけよ、マジで。気持ちいい。充電中なんでこんな気持ちいいんやろ。一回寝ようかな。うん。お？おい、何や、博士。戻って。おい、その手に持ってるケーキ。何それ。え？今日俺が作られてちょうど1年目の誕生日やと？うちサプライズとかめっちゃ嬉しい。うちこういうのされたらもうドキドキして好きなの女作ろうとしてやるな、お前。ええ加減にせよ、お前。明日も頑張る。